周辺あたた島は瀬戸内海の島、友人島である。秋の宮島の南 5km、本州広島県大竹市から南東約 8.5km に位置する。北東に隣接するのが猪子島で防波堤県橋梁を介してつながっている。前頭域が郵便番号739-0607、大地区シアタ伝。地理的には山口県岩国港が近いが、 渡航できるのは大竹港のみ。面積2 2 4日平方キロメートル。周囲11キロメートル。ほぼ山で最高峰は、鉱山204メートル。次が、観音山116メートル。地質はほぼ河口岩。気候は、瀬戸内海式気候。島の名である、アタデンの由来は、暖かいがなまったとする説もある。主要産業は漁業。漁業と浜、浜 タイ、カキなどの養殖業が有名で、県内でも有数の漁獲量を誇る。古くから、イワシ漁で栄え、近年から始まったハマチ養殖は、県内ではここだけで行われており山岳連携で展開されている。第一次産業従事者は、全員漁業従事者で、第二次産業従事者はこれに関連した加工場に勤めており、島の産業は水産業に偏っている。 農耕地もあるが、あくまで自家用に泊まっている。集落は一つ、2010年現在で人口276人、高齢化率36.6%。2000年から2010年の間で数字で見ると過疎化、高齢化が進んでいる一方で、10世帯増加している。その10年間に限れば水産食品の店舗は、減少し水産加工場はいくつか閉鎖され、 大竹市立アタデン小学校は2013年に統廃合されている。とはいえ水産業は他と比べ盛んなことから離島漁業でありながら深刻な後継者不足にまでは至っていない。上水道は海底送水管により本州大竹市内から直接つながっている。下水道はアタデン漁港周辺を中心に整備されている。携帯電話 光ファイバー CATV と情報ネットワーク網は構築されている。診療所が一つあり、医師が常駐している。また、アタデン漁港は、その立地から周辺漁場の避難港として整備も考えられている。大竹市が公表するハザードマップでは、漁港及び集落のほぼ全域で休憩者地方海危険箇所及び、その被害が想定される地域となっており、 注意を促している。この島には、外深浦遺石という弥生時代の遺物方眼地がある。弥生時が発見されており、大竹市域で年代がわかる方眼地としては、唯一のものである。戦国時代、投資家臣の子孫である、山本小十郎浦井春は、父の佐兵義帝が、五福島の戦いで死亡するとこの地に移り住み、拠点としていた。天正六年、 村上家門率いる大勢に攻め込まれると、抵抗虚しく破れライハルは自陣した。その自陣の地に住民が松を植え、後、明治初期にライハルの子孫によりそのそばに石碑、草下殿の碑が建てられた。江戸時代、この地は広島藩領となる。当時から岩資領で栄えていた。港にはこの時代に構築された波よけ石垣が現存している。 聖徳二年島で初めてネズミ被害が発生すると、明治時代中期まで数年ごとにわたりその被害は、住民を悩ませた。悪ネズミ撲滅の祈祷が行われ、ネズミ神社が建立されている。島の東南部に、秋白石投票事務所、現在の温島島大資料館が整備されたのは、明治時代のこと。これは、クレチンジフや旧陸軍の軍港となった、 宇治河港と広島湾周辺が軍事的に重要視されて以降に整備された近代的航路標識群の一つであり、広島湾の入り口にあたるこの地に置かれた養殖業が始まったのは近年のこと。昭和53年7月25日当時皇太子、夫妻であった秋人新皇三千子比良殿下が浜地養殖場等の視察のために行行計。これを記念して、 行景記念の石踏みが混流されている。水産業と自然を中心とした観光展開している。会場ではたまに砂メリの泳ぐ姿が見ることができる。また島には江戸時代以降に混流された文化財も点在している。小型港アタデン管で定期船が1日ご往復運航されている。ありがとうございます。